はい、こんにちは。オプシックスを FM シンセとして使うっていうか、まあ、もともと FM シンセだよって話なんですが、それの、2回目ですね。この間は、基本的に、キャリアに対して、モジュレーター、こう、上げる。もうこれで音できてんじゃんって話をしました。で、まあ、エンベロープジェネレーターに関しては今何もやってませんが、基本的にはエンベロープジェネレーターがもうある程度できている状態ですので、まあこれだけだと音にはなってますよね。ただ今ね、まずエレピみたいな音を作ってみようと思います。これ一番基本なんですけど、 FM で。まずとにかくこのモジュレーターのアウトプットレベルをエンベロープジェネレーターでコントロールするということをまずはやってみましょう。まずはね。今何にもできてないですからね。じゃあまずオペレーターセレクト2番選びます。で、エンベロープジェネレーターレベルです。レベルを押していくと出てきます。はい。もうね、デフォルトでこうなってんだよね。結構気の利いた っていうか、ちゃんとした、エンベロープになってるんですが、これで、でもちょっとこの状態で、例えばサステンレベルをもうちょっと下げてみましょう。サステンレベルを下げるということは、エンベロープジェネレーターで、まあ、アタックは今ゼロですから、ディケイが経過した後、制限波に近い音に戻るということになります。もうちょっとかな。エンベロープジェネレーターと基本的にはこのアウトプットレベルのこう塩梅でですね、音色が変わります。そしてディケイのコントロールですね。なんですが、まあこれだけで、まあエレピっぽいっちゃエレピっぽいんですけど、ただ FM でこれやっぱりすごい重要なことは、実はベロシティなんですよ。つまり鍵盤の強さでモジュレーターのアウトプットレベルをコントロールする、あるいはエンベロープジェネレーターのインテンシティをコントロールする。で、音色変化がすごくダイナミックにできるよっていうのが、まあ、それまでのシンセサイザーを、まあ、FM シンセが凌駕した重要なポイントとか大きなポイントだったんですね。だからやっぱりアナログシンセサイザーで、音色変化っていうのはフィルター部分でしかできませんでしたからね。これはとにかく波形自体に直接アクセスできることになるわけです。アウトプットレベルにベロシティをかけることでね。で、今あえてある程度強めの、アウトプットレベルに設定しておきます。で、これに基本的にはベロシティをかけてやるってことがすごく重要になります。で、ベロシティはレベルの中にあります。レベルを何回か押すと、はい、BEL っていうのが出てきますね。で、ベロシティっていうのは何かっていうと、まあ、もともとは速度っていうことなんですよ。要するに鍵盤を押される速度ってことなんですけど、要するに速度が速ければ、まあ、なんていうかね、信号が強いだろうって考えになるんですけど。で、今、オペレーターの2番にベロシティをかけます。今何もかかってません。注目してください。基本的にベロシティを上げていくと、
基本的には強く叩いた時の状態がさっきの最高レベルなんです。これ。だから、ベルステを上げていくと、下がってきます。アウトプットレベルはね。普通のベルステで。で、強く弾いた時だけ。これもアウトプットレベルとの塩梅ですね。強くした時にどれくらいの音色にしたいかをこのベロシティと、アウトプットレベルの塩梅で決めます。で、今もうかなり極端にやります。ベロシティを最大にします。これベロシティの効きが最大です。そうするとで、今、上の方、この辺は、いい感じなんだけど、この辺ちょっと、きついよねっていうのがある、可能性があるんだよね。あ、なんか割れちゃうよね、みたいなね。で、そういう場合は、基本的には、ある鍵盤を境にアウトプットレベルを下げていくっていうことができます。で、こうやってまあ細かい調整をしていくんですけど、あとはもうアウトプットレベルと、ベロシティと、今の調整のせめぎ合いというかね、で、どれくらいにしてやるかということで、決めていくという感じになります。で、1個これで、まあ、ストリングスでもないし、ブラスでもないし、まあ、何って言われたら、いわゆる、エレピ系の音はできました。でも、これだけだと今、2つしか使ってないわけです。で、まあ、一番定番のやり方は、これと同じようなものをまず2つ作る、っていうのがあります。じゃあ、これを同じようなものを作るので、今、仮にこれちょっと下げてきます。で、これ、同じようなことやります。で、オペレーターのとりあえずキャリアはあんまりいじらないで、モジュレーターのエンベロープジェネレーターだけいじります。モジュレーターのエンベロープジェネレーターをいじるので、モジュレーターのエンベロープジェネレーター4番ですね。で、さっきくらいにしてちょっと下げ気味で、あとはベロシティ、今はモジュレーターの、アウトプットレベルにしかベロシティかけてませんけれども、まあ、一応エレピなんでキャリアにもかけておくかと。あんまかけすぎちゃうとね、全体に音ちっちゃくなっちゃうんで、あんまかけないです、こっちは。これはね、50ぐらいでいいと思うんです。それで2つ鳴らします。になりました。で、今、ほぼ全く同じものが2つあるので、ここで重要なのが今度デチューンなんですよ。やっぱりね、デチューンってすごいでかくて、アナログの時にストリングスみたいなパッドを作った時もやったと思うんですけども、デチューンを、キャリアにかけます。で、まずキャリアである1番、デチューンをかけます。これもね、思い切ってまず4くらいしますね。次、モジュレーターにも
かけます。同じ4ぐらいします。で今度は次のキャリア3番にかけます。これをプラス4にしましょうか。で次もプラス4にしましょうか。そうするとバーンって広がりが出ます。はい。でこれだと、まあ一応 LP っぽいっちゃ LP っぽいんですけど、ちょっと寂しい。なんでかというと、あの FM っていうとやっぱあのキランってした成分ですかね、あれが出せるようになったっていうのが、まあ、FM のすごい魅力だったので、じゃあ、残り2つのオペレーターでそのキランとした成分を作ります。この2つ下げます。そして、まず上げます。これ制限波、このままと同じですから。じゃあキランとした成分を出したいんだったらどうするかというと、さっきやりました周波数比を変えてやればいい。そうすると、オペレーター6番、これがオペレーター5番に対するモジュレーターで、そこの周波数を変えます。変えていきましょう。で変えていきます。わ、結構キュッキュ言いますよね。これじゃあこのまんまにしてみましょうか。例えば、ね、このまま鳴らすよ。すと、いや確かにキラッと言ってるけど、これ鳴りすぎですよね。これなんでかっていうと、単純にサステンになった時もピーって鳴ってるからですよね。これがこれを下げたいわけです。じゃあどうやったら下がるかっていうのは簡単で、今これオペレーター6番でこのキーが出てるんですから、オペレーター6番のエンベロープジェネレーターをコントロールしてやればいい。オペレーター6番のこのエンベロープジェネレーターのまずサステンレベル、これとりあえずゼロにします。そうすると頭だけになりますね。でディケイも短くしましょうか。でもこれも、じゃあこれ全部さっきの1234と足してみますとってなるんですけど、まあまあいい感じっちゃいい感じなんだけど、ずっとなるわけですよ、どんなタッチでも。はい、じゃあどうすればいいですか。はい、その通り、ベロシティをつけましょう。オペレーター6番にベロシティをかましてあります。弱いタッチの時はそんな出なくする。でこれでさっきの1234と合わせてみると、いわゆる FMLP が出来上がりということになります。で今これ全くノーエフェクトですからね、何のエフェクトもかかっていません。これにコーラスかけたり、リバーブかけたりすればもっとこうゴージャス感もちろん出てきます。で LP 作る時の、まあ指針としては、まずどれくらいのこうニュアンス強い LP なのか、こう弱いタッチで弾いてファーンって広がる感じが欲しいのか、それからそのキラキラ成分はどれくらいにしたいのかというところ、これくらい気をつければ大体これくらいのレピはすぐにできるようになります。で今ちなみにピッチ、今これはですね、オペレーター5番と6番の周波数1対12なんです。でこれも自由です。ここを変えることで結構ニュアンスを変わります。例えばこれ1対8くらいまで下げると、このキラキラの成分が変わるので、今これ1対10ですね。それ以上高くすると今度高くなりすぎちゃうんだね。1個1対12っていうのは、まあ
まあ、黄金の比率かもしれないです。で、これ以外に例えばエレピでもうちょっと変えたニュアンスが欲しいって、例えば今、今のキラキラ取ります。それでこのベーシックな部分、これあくまで、これは、オペレーター1と2の周波数比1対1、オペレーター3と4も1対1なんですけど、これをあえてですね違う周波数比にしてしまうっていうのもあるんですよ。そうすると例えばオペレーターの2番、このレシオをですね2にしてしまいます。そうするとちょっと矩形派的になるわけです。これ思い切って、4オペレーターの4番、これも矩形にしてしましょうか。これはあえてね。そうするとなかに全然違う感じになりますね。はい、こういう一風変わったエレピなんかもできます。だから、どういう周波数比を使うかで、バリエーションはどんどんできます。じゃあ試しに、まあ1対2だったのを今度1対3にしてみましょうか。今オペレーターの4番の周波数を3にします。それから、オペレーターの2番の周波数比も3にします。そうするとキラキラ成分抜いてもこれなんかちょっと金属的な感じになります。で、FM は、周波数、モジュレーターの周波数が上がれば上がるほどあるアウトプットレベルに対して反応が強くなるので。まあ、その時はちょっと下げ気味にしてやんないと。どっちかっていうとギターっぽくなるんだよね。で、さっきのキラキラはあくまで戻す。でも今までやってませんでしたけど、リバーブ入れたりしてしまえば、まあ一気にゴージャス感のある音になるということです。はい。で、まあ今やったのがこの単純にオペレーター1個2個1個2個1個ここにこう、作って足すっていうやり方で、一個音色を作ってみましたね。で、まあこのやり方は、まあ、一番なんとか使いやすいですよ、実を言うと。そんな複雑なところは何もなくて、ある要素を分けて作ってやればいいということになります。ので、まあ今 LP 関係できたんですけども、じゃあ今度エレピっていう概念がちょっと離れて、もうちょっともうパーカッシブな感じの音色をやってみようかなと思うんですけど、で今これリバーブ切ろう。これリバーブで、リバーブ怖いんですよ、ここに甘えてると。さて、FM で面白いのは今整数字倍音で全部考えてるんですね。 1対1とか1対2とか1対3とか、これがずれてくとえっていうような倍音が出てきます。そこがまた楽しいところです。で、今これ今オペレーター1と2だけなんですけど、オペレーター1と2でオペレーターの2番が3です。で、これにファインっていう、要するにもう100分の1単位で上がっていくいじりをすると、もう一気に変わってしまう、こういう場合も出てくるわけですね。もうあれエスニックな
さっきのどうしたのっていう感じになりますね。いきなりですよ。で、これはやっぱサステンレベルがずっと残ってると抑えてる間は辛いので、サステンレベル切っちゃった方がいい。謎の民族楽器系のものっていうのはすぐにできる。でこればっかりだと音程感がないので、じゃあ次の、今オペレーターの3番と4番ですけど、オペレーターの4番で、ピッチ、これ1対2です、オペレーターの4番が2なんですけど、これをですね、やっぱりエンベロープジェネレーターで、波形波形で、短くしてやって、理系こういう音色を作ってやると、どっちかっていうと、まあ、マリンバ的なニュアンスが出てきます。これでオペレーターの 1,2,3,4 しか使ったんですけども、こういうと本当に FM ができるまでっていうのは、 FM 音源ができるまでこういう音色でコントロールできる音色というのは実はできなかったんですよね。こういう非正数字の倍音で綺麗にコントロールされた音色っていうのはやっぱデジタルなんだってできなかったんです。リングモジュレーターを使わないとこういう感じのものってのはできなかったので、アナログシンセサイザーの時代っていうのはやっぱり実は一番なかった音色がこういう音色ですね。FM ならではの音色で、なおかつベロシティによって波形自体が変化してますから、これサンプリングの音源とも違うんですね。サンプリングの音源っていうのはあくまで元があって、でサンプリングに対してフィルターでコントロールしてますから、フィルター、結局のところ実は減算審査なんですよ。引き算してるだけなわけね。だからどんなリアルな、まあサンプルが1個あったとしても、いろんな本当の様相を出すとしたら、サンプリングをいっぱい用意して、ベロシティスイッチでコントロールするしかないんです。ところが FM だと波形そのものが変化しますから、実を言うと一番生楽器に近い形が作り出せるということです。なのでここら辺はもうカット&トライでぜひやってみてほしいなというふうに思います。じゃあ、まあ LP からちょっと来て、まあ、2段積みのことを今日はちょっとやってみましたということで、自分でいろいろとまたいじってみてください。これもすごいですね。 FM だけです。だからもう DXM と同じことで、実はフィルター何にも使ってないっていうことですけどね。エフェクターもほとんど使わないでこういう感じでやってみました。じゃあとりあえず、また次回お疲れ様でした。